大谷翔平インタビュー特番の裏側。バーランダー氏告白、勤勉さの由来が理解できた。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。FOX ス,スポーツが10月に放映したエンゼルスの大谷翔平投手28のインタビュー特番、サーチングフォー翔平は大好評だった。番組を企画。 制作した同局で MLB アナリストを務めているベンバーランダー氏30が21日、日本時間22日に MLB ネットワークにゲスト出演し、取材に訪れた日本での経験を振り返った。誰もやったことのない大谷のストーリーを彼や彼の関係者から僕にと言ってくれたことは本当に光栄だった。一生の宝物大谷の故郷岩手北海道などを訪れ関係者を取材。 二刀流の成長過程を追った。発見したのは舞台裏、大谷のフィールド外での勤勉さ。勤勉なのは当然知っていたけど、なぜやるのか、どうやって成し遂げているかがこれまでわからなかった。その勤勉さの由来が日本を訪れたことで理解できた気がした。練習、クラスでの様子、フィールドの掃除に至るまで。 見たこともないものばかりだったけど、とてもテンのいくものだったんだ。バーランダー氏は、大学時代に自身も二刀流に挑戦したが、その練習の難しさから一年で打者に専念。その経験からも大谷の挑戦に対し、いち早く興味を抱いたと明かす二刀流をプロレベルでやるのは不可能だと思った。自分は100マイルの球も投げられないし、45本塁打も打てないけど、 それなりに一生懸命頑張った。ただ、二刀流へのプロセスが本当に難しく、気がつくと片方をやるためにもう片方の大事な練習を逃し、本来持つ自分の才能をどちらも発揮できなくなっていた。打撃に絞ったら素晴らしい成績を残せ、ドラフトされ、 プロ入りでできたから明らからら明に1つを選んで進んん進だだが簡単なんだバーランダー氏は2013年のドラフトでタイガースの14巡目全体426位で指名されプロ入りメジャーに昇格することなく17年に引退したそんな経験も踏まえ大谷にとても興味があったけど翔平が翔平である理由が日本に行ったことで分かった気がしたよ熱狂的大谷ファンであるバーランダー氏今後 どんな情報を発信してくれるのか楽しみだ。東スポエブ MLB ヤンキースから FA のジャッジジャイアンツと面談か。米メ,メディア報じる大リーグ専門局 MLB ネットワークのジョン・モロシ記者は21日 MVP を獲得したアーロン・ジャッジ外野手30がサンフランシスコに到着し今週中にジャイアンツと面談すると報じた大リーグ公式サイト MLB コムのマーク・フィーン,サンド記者によれば、面談は22日に実施されるジャッジは今季、アリーグ新記録の62本塁打をマーク。11月17日には、エンゼルスの大谷翔平との一騎打ちを制し、シーズン MVP を初受賞した。今、オフにフリーエージェントとなり、その動向に注目が集まっているジャッジの故郷はカリフォルニア州リンンで、 ジャイアンツの本拠地オラクルパークとは車で約2時間の距離。ジャイアンツはスター選手が不在で地元の大物獲得にかなり熱を入れている模様だ。残留を望むヤンキースなどライバル球団との獲得競争に勝てるか。写真は AP 中日スポーツご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。